皆様こんにちは、まどかよりこです。本日はお二人の日本、民主党の若手議員に来ていただいているんですが、まず左は玉木雄一郎さん、今日よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。玉木雄一郎です。それから小川淳也さん、こんにちは、よろしくお願いします。実はですね、このお二人は、まあ、私の息子ぐらいの年齢では若いなんですが、同じく香川県立の高松高校の言ってみれば後輩でいらっしゃるんですね。で、国会議員としてはもう本当にもう、しっかり頑張っていらっしゃるから、後輩なんていうのは申し訳ないんですけれども、一応高校の後輩ということでちょっと偉そうにさせていただいてるんですが、あの民主党がね、なんとなくあんまり元気な姿が見えないとか、ちゃんとこの安倍さんがすごく右傾化しているから、しっかりと受け皿になるような旗を掲げてほしいと、ずいぶん私ね、4月から荻窪なんかで、街頭で演説させていただいていると、そういうふうにね、まだまだ頑張ってほしいって言ってくださる方すごく多いんですけども、今日は実際にその民主党の若手として、党がどんな状況なのかをね、それからこれからどうやって立て直して皆さんの信頼を得ていくか、なんかそのあたりがお話聞けたらなと思うんですが、玉木さん、まずいかがですか。はい、私も地元に帰ったりね、まあ、東京でもそうですけど、いろんな人の声を聞きますけれども、がっかりしたねということを言われる一方ですね、やっぱり頑張ってよという声もよく最近聞くようになりました。そうですよね、はい、うん、ですからやっぱり、こう民主主義っていうのは、緊張感のある中でですね、こう競い合う中で高めていくっていうのが本来だと思ってますから、その意味では今我々試されてるのかなと思ってますし、これ、ね、チャンスだと思ってるんですよ。本当に大変な惨敗をして多くの仲間を失った衆議院選挙でありますけどね、ただもう一度我々はそのこれから歩んでいく方向性ということを考える、そういった時間とチャンスをいただいてるんだと思っていて、それを特に我々若手が中心になってですね、もう一度信頼される、まあ、そういう政治集団になるようにですね、うん、今が正念場だというふうに思ってますね。コンクリートから人へという私は公約というかスローガンは決して間違ってなかったと思いますし、それからいろんなことが見えてがっかりしたという方もいますけど、民主党は一生懸命こう透明性をね打ち出していろいろ国民に見えるようにしてきたという点もありますし、やっぱり自民党政権とは全然違ってたと思うんですが、今残念ながら反対に人からコンクリートへ、人から武器へと、この間は鈴鹿さんは言ってましたけども、変わりつつあって恐ろしいんじゃないかと、ここでしっかり踏みとどまって民主党が旗を上げなきゃという、そんな感じだと言ってましたけど、どうですか小川さんは。おっしゃる通りだと思いますね、うんうん、やっぱりでも正直この政権変わってから3ヶ月ぐらいはみんな元気出なくて本当に失意の淵で、そうね、それだけ、ね、やっぱり選挙厳しかったんですよ。そうですね、もう本当に怒鳴られたり蹴られたりしながら、そうですね、でもまあそれを引き起こしたのも結局僕らの至らなさから来てるんで、うん、それもある意味自業自得として受け止めて、うん、で、まあ、玉木さんおっしゃったようにさあこれからと、うん、現実にいわゆる100日間のハネムーン期間が終わってみて、当時はその安倍政権に対する今窓川先生おっしゃったような心配を口にすることもはばかられる雰囲気。ああ、そうですね、うん、確かに。ところがやっぱりハネムーン期間ってよく言ったもので、100日経つとみんな世の中も冷静に少しなるきっかけを探してて、だからこの株高だって結局乱高下し、そうです、国債はね、はい、価格が下がり金利は上がり、長期金利も上昇したし、輸入物価も上がってきてる、じゃあ果たしてそれに上回って賃金が本当に上がるのか、あるいは憲法を改正して国防軍作れば本当に国際社会から信頼される日本になるのか、平和を維持されるのか、その辺を少なくとも冷静に議論する土壌はできつつある、うん、そうですね、だから、佐野木さんおっしゃったようにここからだと思うんですよね、チャンスなんですよ、本当は。ここからやっぱり失意の淵にいたところからもう一回立ち上がってまず正気に戻ると、それはやっぱり何のために決闘して、どこを目指してた政党で、どこまではやりかけたけど何をやり残しているのか、その失敗の原因は何だったのか、そういうことをしっかりこう本質から、そうですね、再出発する。私ね、1月に、つまり惨敗した後ね、議員会館ちょっといろんなところに挨拶に行ったりして回った時に、もう全部名札が民主党から自民党に変わっていて、オセロのゲームのね
白から黒になるようなね、これではね、死因として皆さんがね、本当に貴重な仲間を失って、あのがっくりするのはね、しょうがないなと思ったんですけども、もうでもそんなね、失意のどん底にいるわけにいかなくて、国民はね、今民主党がもっと元気に立ち上がって、うん、自民党に対抗してほしいと思ってる人すごく多いと思うんですよ。皆さんがちょっと頑張ってほしいと思うんですけどね、どういうふうにこれからその信頼を取り戻すために頑張っていくか、そのチャンス、ピンチをチャンスに変えていくかなんですけど、まあ、先ほど窓川先生おっしゃったように、うん、立ち位置をやっぱ明確にしていくって一つだと思うし、うんうんうん、昨日たまたまね、私あの、アフリカや中東のその新しくね、民主制度を入れて選挙を初めてやるので、その民主制度のこう勉強したいって言って来てる人たちと話をもすることがあってね、ですごくある意味我々が忘れてるような、その民主主義に対するこう非常に大切さとか渇望とかね、あのものすごく大きな期待がある、うん、で政党としてどうやって国民にアピールをしていくのか、うん、何を訴えるのか、うん、であなたのターゲットは誰なんですかとかっていうことをこう、うんうん、極めて純粋な質問をいただいて、ね、でそのすごく単純で明確な質問をいくつかいただく中で、うんうん、はたと我々本当そのことに瞬間素直に答える答えをね、うん、明確に用意してないんじゃないのかと、もういろんなその、うん、日々、まあ、メディアからいろんなことを言われたり、うん、まあ、ある種さまざまな音や声を聞く中でね、うん、もっとこう純粋に単純に素直に、うん、そういった、本当に民主主義とか、うん、国民主権ということに向き合う時なんじゃないかと思ってね、うん、私も英語でこういろいろ説明したんですけど、うん、そういう中でこうあえて自分のこう考えがこう整理されてきて、一体何なんだろうと、うん、で特に自民党に対してどうだっていうことを考えていく中でいろいろ話してて一つ至ったのはですね、うん、やっぱりね、公平性、うん、でそれはその、まあ、富の、 その非常に 1% 対 99% が最近言われてますけどね、うんうん、そういうその一定程度のやっぱ中間層が厚くなっていく、そのためには所得の再分配っていう、まあ、あのイクオリティインウェルス&ヘルス&ライフチャンスって私言ったんですけど、うんうんうん、まあ、富の再分配もそうだけど、うん、今健康とか、うん、その人生を送っていく上でのさまざまな、ね、お金によって受けられる理由が変わるとかね、そういうんじゃなくて、やっぱり命とか健康についての平等性とか、あるいは人生 の、 その機会についての平等性を我々はね、うん、子どもに対しての教育をしっかりその親の所得に関わらずきちんとやっていくとか、どんな家に生まれたかもね、ちゃんとこう教育 で、そういうことを自分で語っていく中で、うんうん、民主党が掲げた理念って全然間違ってなくて、そうですよ、本当そう思います。ただあまりにも内紛があったとかね、うんうん、ガバナンスがその稚拙だったとか、うん、こういうところは逆に反省しなきゃいけないなと、うん、ただ我々が今こういうグローバル社会の中で、うん、その人の幸福、うん、国民全体の幸福をやっぱり司っていくために何をしなきゃいけないか、うん、この大きな方向性って間違ってないので、それを再整理してね、うん、もう一回、しかもそれを現実的なその政策としてもう一回打ち出していくと、うん、あの必ずもう一度信頼を取り戻せる可能性はあるなということを ね、 ね、うんうん、感じましたけどね。そういう民主党の理念に賛同してくださった方々が、あの2009年の政権交代をさせてくださったんだと思うんですが、それで今やっぱり安倍政権だと限定社員を作ったり、また雇用の流動化で企業にとっては首切りがうまくいくかもしれないけども、今玉城さんがおっしゃったような収入格差は広がりね、健康格差、教育格差まで広がってしまうような、そういう懸念やっぱり皆さん持ってらっしゃるんですよ。でもその時にこんなに大きな財政赤字を、うん、もし民主党がまた政権取ったらどうしてくれるのというね、その辺しっかり示さなきゃいけないし、いろんな現実的な方策をどう示していくかっていうのもあると思うんですよね。その辺小川さんいかがですか。それ一番大きな話だと思います、うんうん、それで本来は3年前の政権交代の時に少なくともそこから出発した長期構想を描けるだけの見識とか実行力が伴っていれば、あの政権交代というのはもう100点満点の大成功だったんだと思うんですね、うん、残念ながらそのいろんな、例えば子ども手当にしても、うん、高等学校の教育無償化にしても、うん、全て正しいんですけど、はい、なぜなのかと、うん、
いうその大きな物語にきちんと貼り付けられた短冊ではなかったそうね、ん、でその今おっしゃった財政再建の話はこの大きな物語に関わる話 でこれはずっと辿っていくとやっぱり人口減少とか、うん、あるいは高齢化率の上昇とか、はいはい、でその時に持続可能な社会制度を今私たちは手にしてるのか、うんうんうん、で社会保障を含めた制度が持続可能じゃないから、うん、そのツケが全て借金という形で矛盾を重ねてきてる。だから大元にたどって人口減少時代、しかも超長寿社会をどういう形で再設計すれば全世代にわたって社会は持続可能で、うんうん、そこに見通しを保つことができて人生を描いていけるのかと、うんうんうん、その大きな物語から出てくる解決法を提示できるような政権、うん、あるいは政党に生まれ変わらせる必要がある。そうですね、はい、でどういう国を目指すのかということがそこに入るわけですよね、はい、うん、玉木さんは元財務省でいらっしゃいますが、うん、その辺の財源のことや今後の経済的な日本の行く末どういうふうに見てらっしゃいますか。まあ、今回その、うん、アベノミクスと言われて、うん、まあ、金融政策、うん、大胆なまあ緩和策で株は上がってますけども、ただまあ最近はまあ随分ね、うん、乱高下してますけども、うん、私ねこういうふうに言ってるんですよ。民主党3年3ヶ月ってこう、うん、貯金箱にコツ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 お金を貯めてきてね、うんうん、でまあ将来に対する備えとかいろんなことも含めて地道にまあ仕分けやったり歳出は削ったり、まあある種増税も決めたりして貯金箱にこう苦しい中お金を貯めてきたんだけど、こう酒飲み味が返ってきてそれをカチャンと割ってですね、全部取り出してこれを競馬に全部つぎ込んだんです。ただ効果不効果ですね、当たってるんですよ。でそれで液晶テレビをお父さん買って持って帰ってきてくれたら、その貯金箱を割られた子供としてはねこう怒りたいんだけど怒れないというような感じ。ただ、なるほど、面白い例えだわ。貯金箱を割ってることは実は一定の財政規律を緩めながら今の政策をやってることと、うんうんうん、あえてまあ競馬に例えましたけども、うんうん、当たることもあるけど、うん、危ない賭けですよね。そうで、うん、連続して勝つことができないのがこの博打の、うん、まあ、ある種本質的な問題で、うん、そうですね、一回ワンタイムのゲームに勝てても、うん、永続的に勝てない勝負にですね、うんうん、その貯金箱を割ってお金を投じていくようなこと、うん、つまりリスクをある種、うん、かなり、ね、その副作用の強い、まあ、薬を飲んでるってことのですね、マイナスが出てきたときに、うん、小川さんが指摘したようなその構造的な枠に抱えているその少子化とか、うん、そこから生じるその社会保障の歳出の増とか、うん、財政赤字とかもっと悪化して向き合わなきゃいけなくなって、うん、いよいよですね、うん、その何もできなくなってしまうんじゃないか。だからそこをですね、やはりその長期的なシナリオというか、うんうん、まあ、そういう設計図方向性を描いてですね、うん、で具体的な政策を我々はこれで、うん、国家の成長と安心を作っていくというですね、うん、現実的なパッケージをお示しするというのが、うん、与党を経験した他のね、野党しか経験したことがない人たちとは違う我々の、うんうんうん、その歴史的な意義だと思ってるんですね。なるほど、失敗もだから貯金箱にきちんと入って財産にもなっているというところもありますよね。私はね、皆さんがまだお子さんの頃だったというか30年ぐらい前からもう夫と妻と2人の子供というね、標準家庭、そこのベースにして増税減税の時いつもやったり年金も作ってましたけど、30年前からどんどん子供の数が減ってきて、その標準家庭というのをベースにしてさまざまな制度を作るのはもう無理ですよと言い続けたんですよ。国会議員じゃなかった時ですけどね。それをずっと本やらテレビやらで言い続けたんですが、なかなかそういうことを思ってくださる方がいなくて、20年前に国会議員になった時ももうそれは3割とっくに切ってますよと、標準家庭がね、今1割です。そのだからそういう制度の作り方をしっかり見直さないと、とてもそのさっきお母さんや玉木さんがおっしゃったような少子化高齢化の中で、きちんとした政治が行えないと思うんですよね。ちょっとですね、明日来ていただく方にお電話をしたいと思います。篠原隆さんをお呼びしようと思うんですが、はい、どうでしょうね、明日のご都合いいかしら。もしも
もし、あ、篠原先生のお部屋ですか。まどかより子です。ああこんにちは。今ね、生放送で玉木雄一郎さんと小川淳也さんに出ていただいてるんですよ、はい、で明日の例えばお昼に篠原先生お時間あるでしょうか。はい、あります。本当、じゃあお昼にうちの一番町のスタジオにおいでいただきたいんですが、先生は今いらっしゃいません。ちょっと席外して。じゃあぜひお伝えくださいませ。はい、楽しみにしておりますので、じゃあよろしくお願いいたします。素晴らしい。今日はどうもありがとうございました。頑張りましょう。ありがとうございます。